はい、本日はですね、こちらユニクロとプラス J の、コラボのダウンジャケットを購入しましたんで、ご紹介していきたいなというふうに思います。前回ですね、ホワイトマウンテニアリングのやつ買いましたよね。でこれちょっともうダメですよねなんていう話したんですけども、次はね、これはじゃあどうなんだと、プラス J の方はどうですかということを、このダウンおじさんが喋らないとダメですよね。ほな買いに行こうかいうことでね、こちらまた買いに行っていただいたんですけども、今回どうやら結構人気あったみたいですね。でもしかしたらこれ見ていただいてる方の中でもね、あ、これ見てからちょっと買おうかなとか、どうしようかな迷ってんねんっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、今日はね、こちらのダウンジャケットについてお話ししていきたいなと思います。なので今日の流れとしてはですね、まずは外観見てもらいますね。さーっと外観見てもらって、でその次に着用します。で着用した上で、はっきり言ってその後どうですかと、いいですか悪いですか、いやこれはこうなんですよっていうのはね、実はホワイトマウンテニアリングの時はちょっと辛口で言っちゃったけども、今回はね、もしかしたら押すかもしれません。なのでね、また楽しみにしていただいて見ていただければなと思います。では僕の場合はね、もう完全に見てくれてる方もご存知かなと思うんですけど、質とか、機能面とか、もうそういうところをピックアップしておりますので、デザインを見たいんやとかね、デザインが興味あるっていう方はね、ちょっともしかしたら違うかもしれないんですけども、まあ、そういう性能とか機能面とか、この価格でこれはすごいですよとかっていう話をねさせてもらいますので、まずは外観を見ていきましょう。ダウンジャケットね、ズドーンとこんな感じでさ、このフードのところはね、こう前をポチポチってこのボタンを閉めて、まあ、ちょっとマウンテンパーカーチックなね感じになりますよねっていうことで、前表側はねフラップがついてます。だからこのねジップはね、止水ジップとかではないんですよ。普通のジップやから、このフラップをつけることによって寒さをね、ここを守ってるんだよということで、フラップってそういう意味があるんやっていう思った方もいらっしゃれば、はいはい、フラップってそうっすよねっていう方もいらっしゃると思うんですけども、そういうね、このピラピラしたやつがあると、これ何の意味もなかったら、こんなもんつけてる意味ないやないかいということなんですけども、ちゃんとこれ意味あるよねなんていう話をしててですね、これジップの方もね、ちゃんとプラス J とは入ってます。だからこのために用意したジップなんでしょうね。で唯一ここぐらいかな、このために用意したものを言うたら、なんかそんな気はします。で結構ね、これ今回ボタンが多用されてるんですよ。だからテープじゃないですね、マジックテープじゃなくてボタンが多用されてるということで、めんどくさい人からしたらちょっとめんどくさいかもしれない。テープの方がね、ビリビリって簡単にできるからね、いいんですけど、まあ全部あれですわ、ボタンね、でポチ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 やっていくよと。でこの袖のとこもね、まあ、ポチ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 タイプなんですよね。だから、広ポチポチですよね。でこっち側にすると狭ポチポチになるという2段階しかないんですけど、一応このポチポチがありますよ。そして忘れていけないのはこの二重のところですよね。この肘のところに二重の生地が採用されてたりだとか、あとはこの肩のね、このリュックのところとかにもちゃんと二重の生地が採用されてて、これはまあ同色やからちょっと分かりづらいけども、色違いのタイプのやつがいたらね、はいはい、これ色違うくて、なんかガンダムみたいでかっこいいっていう人もいてらっしゃるかもしれないんですけど、そういう風な感じになってると。でフードがね、これ外れます。だから後でフードして外してね、着用した様子も見てもらうんやけども、このジップでね、ぺっちょりついてるだけやからね、これビーって外してあげれば外せれるような仕様となってて、まあその人によって着方変えてくださいねなんて言ってると思うんですけど、次はじゃあ着用していきましょう。で着用していくと、あ、ここに並べてんの、何並べてんのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これじゃあホワイトマウンテニアリングのダウンジャケット、そしてこれがノースウェイじゃなくてユニクロのね、シームレスのダウンジャケットをやってるんですけど、ここに置いてる理由は後で喋ります。めちゃくちゃ意味があるんでね、ここに置いてます。なんかお前邪魔やでと思ったかもしれないですけどね、これめちゃくちゃ意味あるから今置いてるんでね、後で、あ、そういうことなんやと思ってください。では着ていきます。はい、ズドンとね着ていくと、僕が178センチの L サイズを着用してます。まあサイズ感的にはどうなんかな、まあちょっとゆったりぐらいな感じやねんけども、またいつものごとくですね、ユニクロは袖が短いんですよね。 L サイズこうやって留めて手前やったらもう袖足りてへんやないかいと、ここから冷気来るやないかいと思うんですけども、まあ一応そんな感じと。ただでもね、今回のはね、ちょっと前回とは違います。っていうのも、まあ前回って何て言う、ホワイトマウンテニアリングなんですけど、あれもほぼ綿入ってないに等しいというか、まあ結構ペタペタなね感じだったと思うんですけど、これはね結構しっかりちゃんと綿は入ってます。だからダウンと言われたら、あ、確かにこれやったらダウンですよねと。前回のやったら、まあ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 座布団とまでは言わんけども、まあペタってはいてるよねなんていう感じなんですけど、これはね、ちゃんとふわふわした感じはありますね。でじゃあ実際一回こう上まで全部締めてみましょうか。でこうやって上まで締めてみるとですね、まあちょっとなんかアウトドアっぽい感じもあるというか、マウンテンパーカーっぽい雰囲気もあんねやけども、まあ、色味がねシンプルなんで、普通に街中でも着れるんやろうなっていうようなデザインかなと思います。フード外していくと、まあまあまあこれはこれでありなんかな。パッと見一瞬ね、ヌプシみたいな雰囲気かなと、このねノースフェイスのヌプシみたいな雰囲気かなと思いながらも、やっぱり着丈はね結構長めやから、まあ、ヌプシっていう感じではないんやけども、ちょっと男っぽい感じっていうのかな、小ワイルドなガシガシした感じっていうようなイメージのデザインになってると思います。ほんまね、この切り返しの派手な方をね買おうかなと思ってね、そっちの方がいいってか分かりやすいかなと思ったんですけど、ちょっと無難な方に逃げちゃいましたね、申し訳ないです。でポケットはね、マイクロフリース使われてます、この裏側とかはね、なので柔らかいですね。そして内側にもジップがついてました。でこのジップ開けると、まあ、ちょっとしたものを入れるぐらいはあるのでね、まあ、長財布入
らんかな、ギリギリ長財布あるかなぐらいの大きさですね。でここが中は1箇所で、外がこの両脇のポケットが2箇所、ポケットはそんなもんかな。はい、という感じでね、じゃあこれがありなのかなしなのかっていう話をしていきましょう。ここからが本命ですよね。ちょっとマウンテリアニングちょっと邪魔やからどいときます。今回の話で最も大事なのはね、このユニクロの毎年出てるシームレスダウン、これがねないと話できないんですよ。ほんでね、いやいや今回話しちゃうやないかと、これはコラボの話してるんよと、このインラインの話せんといてくれと思うかもしれないですけどもね、実はこのダウンのおっちゃんから見たらね、分かるもんは分かるんやと、これ目ごまかされへんやと、おっちゃん分かるんやでっていうことなんですけど、何が分かるんかっていうとね、これ中の綿全く一緒なんですよ。中の綿がね640フィルパワーって言って、毎回ユニクロが使ってるこのダウンで使ってる綿と全く同じフィルパワーのものを使ってるんですよね。こんなそれ一緒やないかいっていうことで、違うんやったらそれは違うフィルパワー使うわな、とコラボ用にもうちょい高いフィルパワー使うわやな、それフィルパワー一緒やったら同じやないかい、それはもう同じで決まりやないかいってなるじゃないですか。でもねこれ開けてないからはっきりは分からないんですよ。分からんのかいっていうことでね、お前それさっきまで一緒や言ったけど開けてないから分からんのかいっていうことなんですけども、多分一緒じゃないかということでねお話はしてるんですけどもね、じゃあなんで一緒と思うかっていうと、その数値だけじゃないんですよ。あの来た時のこの膨れ上がり感とかもね、この綿の量とかが絶妙に同じような感じの綿入ってるんですよね。だからおそらく同じ工場で作ってたりして、でこのコラボ用にわざわざ新しい綿を仕入れたわけじゃなくて、まあ中の綿なんかそんなの誰も見えへんからね、まあそのまま一緒でええかということで一緒になってるんやとは思います。だからね一回ちょっと着ていきましょう。あのこのインラインの方ね、まあ、こんな感じ、今コラボのやつこんな感じでしょ、はいはいはいこんな感じねって分かったと思うんですけど、着替えてみるとボリューム感といい結構似てません、この綿の入ってる感じとか。でも僕はもう触った瞬間からあこれ同じやつですやん、絶対同じですやつですやんと思ったんですけども、まあ 100% じゃないからね、あんまりその絶対絶対絶対っていうのもあれやからね、まあちょっとあのミルクボーイ的な感じでちょっとごまかしたりはしたんですけども、まあ、僕自身ね去年も言ったんですけど、このダウンジャケットやったら3万円以下で唯一買うべきダウンジャケットってこれぐらいしかないんちゃいますかねって僕は言うぞと言ってたぐらい、このダウンジャケットのクオリティ高いと思ってるんですよね。めちゃくちゃ細かいところまで配慮されてて、手首のところのこういうあの袖もちゃんと作られてるし、なおかつ前のジップが止水で使われてたりとか、ほんでもってねあの両サイドのポケットもジップ付きなんですよね。でそういうとこまで考慮されてて、これ確か1万5000切るぐらいであったりなんですよ。それ考えるとこれほぼ神ダウンなんですよね。こんなコスパで作れるってちょっと異次元というかね、ちょっとおかしいんちゃうかっていうぐらいのクオリティやなって僕はずっと思ってね話してたんですけど、ほぼそれに同等というかね、ちょっとあまりにも前回のホワイトマウンテリアニングがちょっとちょっとケチったって言ったら言い方悪いかもしれんけどもね、ちょっと質があれやったからっていうところもあったんか知らんけども、ちょっとぐんとねちゃんとしたものを揃えてきたというかね、ちゃんとまあお客さんがこう納得するようなねクオリティでこう仕上げてきたんかなっていうのがね、まあほんまの正直な感想です。でそういうねこう綿の質みたいなところってどうしてもこう質、ダウンジャケットだったら質やからね、これちょっと今回あの紹介させてもらったんですけど、これでおしまいです、ちょっとあんたどっか行っときなさいよいう話をして、ちょっと横に避けて、とうとうこれ本命、本命ですね、これが出ましたよ。でそれ以外にはね、あの全部変えてきてるなっていう感じで、袖とかあの表地とかもねちょっと若干違うんですよ。今までのこういった普通のサラッとしたねポリエステル 100% のこういうリサイクルできるような生地感っていうよりかは、これもほとんどポリやねんけども若干強度があるんですよね。多分何かを足してるんでしょう。でそれによってね強度がちょっと増されてるっていうのもそうやし、あとこういうのをね20にしてることで、よりその擦れとかね破れとかね、そのダウンの抜けとかもね考えられてるんちゃうかなとかって思ったりはするんです。まあだからといってね絶対綿が抜けへんっていうわけじゃないですよ。あのちゃんと縫製してるとかあるから、この縫製してる縫い目のところから綿がね抜けてくることなんかは全然想像はつきますし、ありえるとは思うんですけども、その表面の何もないところからねパッて出てこやんように多分考えたんちゃうかななんて思ったりするんですが、まあそういうところの仕様が考えられてるっていうのがわかります。あちなみにこれもあれですね、ジップありました、内側にねポケットのジップありました。この今日並びましたね、今日並んだこの上 の、 あのピラピラのやつ、ピラピラじゃなくてせーのフラップということでね、そのフラップを上からかぶせることによって、まあ、ちょっとあの撥水のね加工もあるんで水を弾いてみたりもするし、こう濡れづらいようなね感じになってると思います。でこれね例えばこうやってやるじゃないですか、でここを下見といてくださいね、こうやってピューっていくでしょ、ピューって水いった時にこのフラップガールをかけてこうチャックの中にね入らんような感じでパラパラとしていくんですが、撥水と聞くとあ水弾くんやめちゃくちゃええやないかいって思いはる方いらっしゃるかなと思うんですけども、撥水はね一生続きません。これ一生続くのは防水です。防水は防ぐ水のごとくっていう感じの通り、ちゃんと水を防ぎます。撥水は弾くだけやからね、弾いてラッキーなんて思ってたりしたらめちゃくちゃ濡れるんよと、これびちょびちょに濡れるからね、それは気をつけてほしいんですけども、でなおかつ洗濯とかクリーニングとか何回もしたり着用何回もしてたら、そのコーティングがね剥がれてくるから撥水は
ずれ消えます。そんな時じゃあどないすんのっていうとですね、そうこれですよね、ニックワックスの撥水スプレー、これをパッパッと上から羽織りつけてあげるだけで、今度ねあの動画で言いますけども、買ってすぐするべきことダウンジャケット3つの方法ってあるんですけど、その時も言いますけども、こういう風にねパッパッパってね撥水の加工をかけてあげればまた元に戻ります。え、たったこれだけでまたに戻るんですかって言ったら、そうなんですよね、なんとこちらがダダン1500円ということでね、皆さん買ってね、下にリンクがあるからねっていうのはあの宣伝しとくんですけども、これ僕が作ったわけでも何でもありません、誰が作ったか知らんけども、あのイギリスの会社が作ってました。だからね、まあ、これを見ていただいてるイギリス関係の方がいらっしゃったらね、ぜひニクワックスさんにタクゾーが紹介してたよなんていうのを言っといてくださいということなんですけども、まあ、総合的に見たらね、これが1万7000円ぐらいで購入できるっていうことやったんで、まあ、あのユニクロじゃないとこの価格では絶対無理だと思います。あのそれこそちょっとマークがねここにロゴついてくると、まあ多分3万円とかね超えてくるんかなっていうようなクオリティにはなってるんですけども、じゃああったかいのと言われるとちょっとここはムムやなと思ってます。なんでムムなんかというと、まあこれはね人によってちょっと違うっちゃ違うねんけども、やっぱりねユニクロの場合って丈短くて横太いんですよね。だからめちゃくちゃこう隙間あるんですよ、僕の場合とかで言うと。だからもうガボガボ隙間あるからあんまあったかくないんですよ。で多分おそらくそういう人のことも考えられて、こうやってドローコードでねこうキュッて絞ってみましょうか。今この状態じゃないですか。でこのドローコードをねギュッて絞ってあげると、まあまあまあ多少はねそのキュッてなったりはするんですけども、まあ、そもそもの企画が僕とか、まあ、結構体型を選ぶというかね、ちょっと余裕のあるような作りをしてるんかなと思いますんで、よりあったかさを求める人やったら、なんか3000下げてこっちにした方がクオリティ高いと思うんですね、暖かさだけで言うなら。まあ、ただねデザインとかそのコラボしてるのがどうしても欲しいっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう方からしたらね全然ありかなと思います。でこんな偉そうにね僕はありかなしかっていうようなことじゃないんですけども、前回にするとちょっとひどすぎたんで、それ考えたらね全然ありちゃいますかと、そういうのがね僕の率直な感想となっております。なんかプラス J のコラボやから結構綺麗めなんかなと思いきや、結構なんかガシガシしたあのちょっとワイルドな感じの作りに仕上げてきてると思いますんで、まあデザインもそうですけど、中綿のダウンもね、ダウンが 90% でフェザー 10% っていうのがこの今回のプラス J もそうやし、この僕がずっと言ってるねシームレスの方も、そういう配合です。で 90% やからいいとか、まあ 80% やとちょっと悪なるとか 70% はもっと悪いとかっていう一般的に言われたりするんですけど、まあそういうことも大事なんですけど、それ以上にねあのダウンがどれだけ体に当たってるか、内側にね隙間がいっぱいあると、どんだけ高いダウンジャケット、どんだけいいダウンジャケットでもやっぱり風が通っていくとね寒くなってきたりするんで、ちゃんと 90%10% っていう配合で綺麗に作られてるし、そのサイズ感をねぴったり自分に合うようにしてあげれば、あの暖かく着れるんじゃないかなと思います。なので特に質とかにこだわらへん方であれば、もう全く問題ないから十二分に多分満足できると思うんですよね。でもしかしたら僕のこの普段見ていただいてる視聴者の方はちょっと満足しづらいかもしれんけども、まあ、それでも値段的に考えたら、まあまあ1万7000円だと全然いいんちゃうって言ってもらえるようなね、僕の視聴者さんが見ても言ってもらえるような感じかなと思いますので、お前どんだけ偉そうやねんっていう感じなんですけども、ちょっと言わしてくださいよ、そのペチャクチャこれ自腹で買ってるんですから、いうことでね、そういうお話をさせていただきました。でついでにね、あの全然話は変わるんですけども、なんか知らんけどパンツも買ってもらいました。友達にね並んで言うて朝の6時に並ばせるという最低な友達なんですけども、並ばせましたと。そしてこのダウンジャケットとこちらのパンツを買ってきてということでね、なんでパンツを買ってって言ったかよくわからへんねんけども、なんかモデルさんがかっこよく履いてたから、ちょっと僕も履いてみようかななんて思って買ってみました。でそのね履いてる様子っていうのは今見てもらってるかなと思うんですけども、なんかこれもねまあ可愛らしい感じかなと思います。はい、それ以上でもそれ以下でもないんですけどもね、そんな話をさせてもらって、ユニクロのね直営店の聞いた情報によると、僕ね奈良県出身っていうことで、奈良県でねこちら購入していただきました。まあ、地元の友達がね買いに行ってくれたから奈良県なんですけども、めちゃくちゃ並んでたんちゃうかって、もう都会はね結構並んでたらしいんですよ。だから大阪とか東京とか結構並んでたって聞いたからね、いや並んでたんちゃうって、最低でもやっぱりこう10人20人ぐらいはやっぱいてたんっていう話を聞いたらね、いやずっとおらんかったよと、オープン直前に5人ぐらいおったかなっていうことでね、楽勝で買えたよということで、本当にありがとうございますって買ってもらったんですけども、各サイズ2点ぐらいで入荷したっていうことで、特にダウンジャケットとかアウター系はね あんま数がなかったらしくて、まあ、パンツとかねちょっとどうかわからないんですけども、アウター系は各サイズ2点ということで、まあ、都会に行けばもっとあったかもしれんし、まあ、もし都会で買い逃したよっていう方はね、今やったらオンラインはね全然売ってるんかなと思いますんで、まあ、僕個人的なねあの点数をつけるならですよ、勝手に点数をつけさせていただきますと、前回の方が20点ということで、今回のプラス J はね70点
60点ぐらいあるかなと思います。もっと言うならシームレスダウンはね、90点ぐらいあります。だから一番これが僕個人的には一番いいんちゃうかなと思うんやけども、そんなところで、お話をさせていただきました。まあなのでね、僕はあんま普段あんまユニクロとかのレビューすることはないんですけども、まあこうやってね比較とか、あ、そうやってダウンジャケットって機能があるんやとかね、その同じだと思ったけど実は綿の質って違うんやとか、撥水っていずれは使っていたらなくなるんや、そんな時どうするんやったっけイギリスさんということでね、イギリスさんに聞いてもらったらいいと思うんですけども、まあそんな機能がありますのでね、洋服もちょっとガジェットじゃないけども、あ、そういう機能を知った上でこうやって買おうかなとか、あ、そういう、ああいうの買おうかなとかっていうのを、ね、考えていくのも楽しいんかなというところで、普段お話しさせていただいておりますので、まあ今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということでですね、本日はユニクロのダウンジャケットを紹介しめたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。